小淵沢オリーブ教会の皆様、また YouTube をご覧の皆様、はじめまして。大声の木下優と申します。私は現在ドイツのブレーメンという町で音楽の勉強をしながら演奏活動を行っています。来週がイースターということで、まず1曲、自首をしたたるを演奏させていただきます。この曲はバッハ作曲のマタイ受難曲に使用されたことで有名になりましたが、バッハが生まれる前からドイツの民衆に愛されてきた賛美歌です。クリスチャンホームに生まれました。ですから幼い頃から教会に行くのが当たり前で、ごく自然と神様の存在を受け入れ、小学4年生の時に洗礼を受けました。しかし年齢を重ねるうちに、自分がクリスチャンになったのは家族が信じていて他の選択肢を知らなかったからではないだろうかですとか、これから先も自分はクリスチャンとして歩み続けるべきなのかどうかというのを悩むようになりました。神様はそんな疑い深い私のために音楽という道を用意したのかなと思います。私は天才的に楽器が上手なわけでもないですし、人々を魅了するような圧倒的なオーラを持っているわけでもありません。しかしそんな私が今こうして音楽を続けられているということ自体が神様による導きであり奇跡だなと気づかされました。そして私の信仰が革新的なものへと変えられていきました。もう一曲、感謝しますという私の大好きな賛美歌を演奏させていただきます。日々私たちは神様からたくさんの恵みをいただいています。しかし神様と共に歩んでいるからといって、すべてが自分の思い通りにスムーズに進むわけではありません。必
壁にぶつかる日々もあります。そんな時私は神様に対しての感謝の気持ちを忘れてしまったり、すべてを投げ捨てて逃げ出したくなってしまいます。そんな気持ちの時に私はこの賛美歌を聴いて感謝します。すべてのことを最善となしたも御心をという歌詞にいつも励まされます。本日は私の演奏が聴いてくださる皆様の励ましとなれたら嬉しいです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。ピリピ4章4節。